大谷翔平、またとんでもない金字塔を打ち立ててしまう、わらわら。エンゼルスの大谷翔平投手は3日、日本時間4日、敵地、カージナルス戦に、3番、投手、で投打同時出場したが、今季5勝目はならなかった。自己最多タイ13奪三振をマークしたものの、5回5安打4失点で降板した。また、通算500奪三振に到達。日本人10人目の快挙で、通算500奪三振と100本塁打以上を記録したのはベーブ・ルース以来2人目だ。侍ジャパン対決で注目されたヌートバーからは3三振を奪った。バットでは初回の右前だ、3回の右前敵地打で今季10度目のマルチ安打をマークしている。夢の二刀流。5回に13奪三振って、やばくないですか？とんでもない化け物だな。岩手のベーブ・ルース。今日は辛いですね。奪三振終わるな。すごい記録だけど大谷には通過点でしかないから。どちらかというと5回13奪三振の方がビビったわ。大谷猛打賞、わらわら。150年近い MLB の歴史の中でたった2人はやばいな。